はい、おばでございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、はい、今夜も佐渡島からお送りします。10月の2日明けて3日になりましたけど、まあ2日が終わったということで、無事、この何ちゅうかレジの打ち方も間違えんでレシートをちゃんと出せて、お客さんにおついも返して今日もやれました。うん、なかなか新しいことにはなかなかこう慣れんちゅうか、指がこう何番をしていいのか分類のところをちょっと間違えると、あの今度税率の違うところになってしまうもんで、 8% とか 10% 間違えたら大変なもんです、ことになるもんで、気をつけてゆっくりとやっていかなならんなと思っとるわけですけど、まあほとんどがまあほとんどそうでもねえかな、昼間なんとも言えんけど、扱っとる商品としてはほとんどがアルコール類なもんで、まあ 10% なんですけど、中には飲料、ちょっとした食品、それから菓子、それからまああれか、大部分かなりの半分、8% の半分を占めるぐらいの惣菜か、我が惣菜部長の作るその惣菜、昼と夕方に作る惣菜があるもんですから、まあ惣菜はまあ間違えることはねえんだけども、まあ、お菓子とか飲料とかとアルコール類のボタンを押し間違えんように気をつけんなんなということなんです。まあ時間かけてゆっくり、最初のうちはゆっくりやっていくしかないんですけど、はい、今日はここに、3本の酒を、学校グラッチュ酒を並べてみまして、どれも特徴のある酒なんです。飲んでみればもう一発で違いが分かるということで、まあ1号タンク、まあ3号まであるのかな、この3号はちょっと特別なんですけど、まあ1号2号3号というわけでして、この1号の学校蔵は、まあ、学校蔵っていうことなもんだから、まあ先生になぞらえて表現してみれば、見るとすると、和光で綺麗なピチピチの先生というか、そんなこと言ったらちょっと、西三河小学校っていう、廃校になった小学校で作っとるわけなんですけど、まあ、小学校の先生に対して、まあ、ピチピチとか言うたらちょっとまずいか、でも若い和光で綺麗な先生だと、まあ、女の先生を表現するにこの1号がぴったりではねえかということで、この2号裏同じ、若いんですけど、まあやる気満々のこの体育会系のバリバリのこう元気のある勢いのあるおっかねえ男の先生、若い男の先生をイメージする酒させる酒です。はい、ちょっと辛口、いやかなりの辛口の、いい辛口、ピリピリくるいい感じの酒です。新酒ですけど、まあ新酒だからピリピリくるのか。はい、でこっちの3号蔵は今年そのここの蔵から出た3号蔵とは違いまして、2017年いずれなきかって、はい、2017年の酒造年度、つかの酒です。2017年に作られた酒が、まあ、2年間こうじっくり寝かせて、なんと言いますか、こうまろやかさが出てきた、超ベテラン先生みたいな感じの、みんなが学校のことはみんな、生徒のことは、児童のこともみんな知り尽くしたような、こうまろやか丸みを持った先生というか、体型的にももう丸くなった先生、ただもうどうでもいいような先生とは違う、しっかりと子供のこと、学校のことを考える、先生、丸みを持ったおおらかな人間味あふれるそういう先生というふうに表現ができるんじゃねえかと思うんです。まあ、もちろんこれもちょっとキリッとしたところもあるもんですから、和恵先生たちがちょっとはめ外したりするとこうちょっとカツ入れたり、こう一言二言厳しい言葉をかけてちょっとこう元に修正してくれたりとかするそういう先生っておるらの、ようおると思う学校にも、なんつかもう退職間際になってどうでもいいようになっとるような先生もおるかもしれんけども、そういうんだねえて、ちゃんと
辞めるまではというか、やっとる間はしっかり、先生という職業をまあ貫くような、まあ40年近く貫いてきとるようなそういう先生です。まあ若い女の先生、若い、元気のある辛口の男の先生でこう十分、ベテランの、いろんなことを知り尽くしたベテランの先生みたいな、そんな3種類の酒です。ぜひ飲み比べてみてください。まあ常温でやるよりは冷やすか缶するかどっちかにした方がいいんじゃねえかなと思っております。ただ店では、冷やしてもおりませんし、当然缶もしておりません、常温で並べてあるだけなんですけど、冷やして飲むか缶して飲んでみてください。そんな酒の紹介でした。はい、軽減税率、が始まって2日目の佐渡伊藤下げ店晩酌151A でした。はい。